こちらは清根駅前です。清根駅、まあ、ちょっとね、のどかな感じでいいじゃないですか。これは金田一耕助の、まあ、名探偵のふるさとということになっている、まあ、清根駅ですね。この清根駅に向かって左側にかの有名な、アンというパン屋さんがあります。もう本当に人気店で、まあ、一度はね、皆さんも、ぜひこの店で、パンを買ったらいいんじゃないかなというふうに思います。今日はアンさんでパンを買いたいと思います。営業日は毎月土曜日と日曜日、土曜日と日曜日しかやってないのにこんなに大流行りなんです。じゃあ行ってみましょう。オープン。美味しそうなパンがいっぱいです。ちなみなところで卵焼きそばを選びました。それから ビーフイタリアンパニーニ。これだけでももうお腹いっぱいになるよね。どうですか、この品揃え。ちょっと煮卵チャーシュー、こんなとこかな。なんかこういうのがちょっとそそるよね。もうこれぐらいにしとこう、ね、こんなもんで。本日のお買い上げはこれだけですね。結構これを全部食べると太っちゃうんで、買いすぎぐらい。2、3日これを食べて生きていこうかな。もう毎日開けたらいいのに。忙しかった方がいいんじゃないですか。こんなにいっぱい買ったのに1000円とちょっとでした。安いね。はい、今お釣りを待ってます。本当大繁盛だな。ありがとう。はい、ありがとうございました。いやー、これぐらい結構いっぱい買ったんですけど、1000とちょっとか。もう安い買い物よね。アンさんでした。